みなさんこんにちは誰でもわかる Microsoft Word 2016上巻へようこそ上巻では文字や段落の書式設定箇条書きなど Microsoft Word 2016を使った文書作成の基本機能を中心に学習しますなおこれ以降 Microsoft Word 2016を Word と省略して読んでまいりますご了承ください この章では、ワードの起動や画面の操作などの基本機能を説明します。ワードを起動してみましょう。Windows ボタンをクリックし、スタートメニューからすべてのアプリをクリックします。アプリの一覧が表示されますので、ワード2016をクリックします。ワードが起動し、ワードのスタート画面が開きました。 新しい白紙の文書を作成しましょう。スタート画面で白紙の文書をクリックします。ワードで新規文書が作成できる状態になりました。すでに文書が表示されている状態で新規文書を作成する場合は、ファイル、新規と進めます。新規画面が表示されますので、白紙の文書をクリックします。 新しい白紙の文書が作成されました。タイトルバーをドラッグして、ウィンドウを移動してみましょう。このように、二つの白紙の文書が、それぞれ別のウィンドウで表示されていることがわかります。閉じるボタンをクリックして、片方の文書を閉じます。文書を開いてみましょう。 ファイルタブをクリックします。ファイルタブからは、文書の新規作成や保存、印刷など、ワードの最も基本的な機能を利用できます。ここでは、開くを選びます。まず、文書をどこから開くかを選択します。最近使ったアイテムを選ぶと、時系列に沿ってファイルの一覧が表示されます。 ご覧の画面では、ワンドライブとこの PC が表示されています。ワンドライブは、マイクロソフトが提供するクラウドサービスです。ワンドライブに文章を保存した場合は、こちらから開くことができます。利用中のパソコン内から文章を開く場合は、この PC を選びます。場所の追加からは、オフィスのファイルを簡単にクラウドに保存できるよう、 場所を追加できます参照をクリックするとファイルを開くダイアログボックスが開き任意の場所から文章を開くことができますでは文章を開きましょう文章を保存してあるフォルダへ進みます文書のファイルを選択し開くをクリックします ワードの文書が開きましたワードの画面構成を説明します画面の一番上にあるのはタイトルバーです現在開いている文書ファイルの名前が表示されますタイトルバーの左側には クイックアクセスツールバーがあります。頻繁に利用する機能に素早くアクセスできるように用意されたバーです。このクイックアクセスツールバーはカスタマイズを行うことができます。現在は、上書き保存、元に戻す、繰り返し、あるいはやり直しの3つのアイコンが登録されています。右側に、 クイックアクセスツールバーのユーザー設定アイコンがあります。こちらをクリックすると、このようにメニューが開きます。例えば、ここで新規作成をクリックします。すると、クイックアクセスツールバーに新規作成のアイコンが追加されました。これで素早く文書の新規作成を行うことができます。もう一度、 クイックアクセスツールバーのユーザー設定アイコンをクリックして、新規作成をクリックします。クイックアクセスツールバーの新規作成が非表示になりました。タイトルバーの下にあるのがリボンです。リボンは、機能ごとにタブで分類されています。目的の機能が用意されたタブをクリックすることで、 必要な機能にアクセスできるようになっています。また、それぞれのタブの中においても、機能ごとにグループ化されており、関連性のあるもの同士でまとめられています。リボンは、現在のカーソルの位置によって、ツールが追加で表示されます。例えば、こちらの写真をクリックすると、図ツールのタブが追加で表示されます。 また、リボンのグループによっては、右下に小さなアイコンがついている場合があります。これは、ダイアログボックス起動ツールといい、そのグループの詳細を設定するダイアログボックスを起動するアイコンです。ホームタブ、フォントグループのダイアログボックス起動ツールをクリックします。ご覧のように、フォントの詳細を設定するためのダイアログボックスが開きました。 ここではキャンセルをクリックします。リボンのタブの右側には操作アシストがあります。こちらに実行したい作業を入力すると、その操作方法を呼び出すことができます。文書の中でクリックします。このようにカーソルが点滅しています。カーソルは 現在、文字を入力するためのスタンバイ状態となっている場所を表します。文字に合わせてドラッグしてみます。すると、小さなツールバーが表示されました。これは、ミニツールバーといいます。現在選択中の文字列に対して、頻繁に行われる編集機能のアイコンが、小さなツールバーの中にセットとなって表示されています。 文書内の適当なところでクリックをして、文字列の選択を解除します。画面下部にはステータスバーがあります。ステータスバー左側では、文書のページ数や文字数を確認できます。右側では、文書の表示モードを切り替えるアイコンや、 ズーム操作を行うスライダーなどがあります。ステータスバーには表示モードを切り替えるための3つのアイコンがあります。現在は中央の印刷レイアウトが選択されています。印刷した時の出力イメージで文書が表示されています。左側の閲覧モードをクリックします。画面の表示が変化しました。 閲覧モードでは、リボンやスクロールバーが非表示になり、文書の閲覧に集中できます。右側のウェブレイアウトをクリックします。ワードには Web ページを作成する機能もあります。ウェブレイアウトは、そのために用意されているモードです。ワード文章を Web ページに変換したら、どのように表示されるかを、事前に見ながら編集することができます。 印刷レイアウトに戻します。こちらが通常の編集で用いる表示モードです。印刷時のレイアウトのまま編集できます。画面下部のステータスバー右側にはズームがあります。画面のズームを変更することができます。 ズーム比率がこちらに表示されています。クリックしてみましょう。すると、ズームダイアログボックスが表示されました。ここで倍率の一覧からページ幅を基準に表示を選びます。OK をクリックします。 操作アシスト機能を利用すると、目的の機能を素早く引き出すことができます。実行したい作業を入力してみましょう。例えば、ページ番号と入力します。すると、このようにページ番号についての編集機能が一時的なメニューで表示されました。ここで、目的のメニューを選んで、素早く機能を実行することができるのです。 文章を保存します。ファイルタブを開きます。こちらに上書き保存と名前を付けて保存があります。新規の文書の保存を行う場合は、どちらを選択しても名前を付けて保存を行うことになります。作成中の文書を更新して保存を行う場合は、上書き保存を選びます。 改めて名前を付けて保存を行う場合は、名前を付けて保存を選びます。保存する場所を指定します。ご覧の画面では、マイクロソフト社のクラウドサービスであるワンドライブとこの PC が表示されています。ワンドライブには、ワンドライブ上に作成してあるフォルダーが表示されます。この PC には、 パソコン内のフォルダーが表示されます。また、参照をクリックすると、名前をつけて保存ダイアログボックスが開きます。ファイルを保存するフォルダーへ進みます。ファイル名のボックスに名前を入力し、保存をクリックします。文章を保存することができました。ワードのタイトルバーに、 ファイル名が表示されています。ご覧の画面では、ワード2003で作成した古い文書が開いています。タイトルバーを確認すると、このように互換モードと表示されています。ワード2003以前の旧バージョンのファイルを開くと、 このように互換モードとなります。そのまま編集作業を進めることもできますが、文字に効果を適用したり、スクリーンショットやオンラインビデオを挿入するなどの、Word2016 の便利な機能を利用することができません。そこで、現在の形式へと変換を行います。ファイルタブから情報を開きます。 こちらに互換モードがあります。以前のバージョンで作業する際に問題が起きないようにするため、一部の新機能が無効になっていることが書かれています。変換ボタンをクリックします。文書は最新のファイル形式にアップグレードされますという確認画面が表示されますので、OK をクリックします。タイトルバーを確認すると、 互換モードの表示がなくなりました。先ほどは無効だった機能も使えるようになりました。改めて名前をつけて保存します。ファイル、名前をつけて保存と進めます。参照をクリックして、名前をつけて保存ダイアログボックスを開きます。保存先のフォルダを開き、ファイル名を入力して保存を行います。